ついに完成したか。ああ。暴力を応用したギア細胞の確率。これで人類はあらゆる病から解放される。ここまで来られたのも、君とアリアのおかげだ。謙遜するな。これからお前は何やら権威のある賞を飽きるほど受賞し、人類の歴史に未来永劫その名を刻むことになる。僕はそんなものに興味ないよ。ちった胸を張れ。まあこいつは世界中の医療業界をその利権ごとぶっ壊しかねない話だ。あっさりと実用化ってわけにはいかねえだろうがな。いや、心配なのはそこじゃないよ。うん？軍事利用か。うん。だから僕は考えた。この研究はギア細胞の基礎理論と技術は全て国に譲渡する。何？本気か？僕が考えた政府への譲渡の条件は4つ。条件？1つ、この研究及びその成果物を平和的利用に限定すること。2つ、この研究に携わったスタッフ全員の命の安全と財産の保障。3つ、この研究の実用化まで現スタッフの継続雇用と研究施設、設備、予算を提供すること。そして4つ、この条件を世界に公表し保護を許さないこと。政府が条件を飲まなかったら？考えたくはないが、最悪のケースを考慮しないとな。最悪のケースか。その時は全ての研究資料を破棄できる仕組みも考えないとね。そうなったら大いなる青春の無駄遣いだね。そうでもないさ。僕としてはこの研究が世界に広まらなくったって。うん。フレデリック、聞いてくれ。アリアのこと。ああ。二人とも見当たらないと思ったら、やっぱりこんな時間まで実験室にいるし。お前こそ帰ったんじゃなかったのか。今日は当直なんです。誰かさんと違って細胞ちゃんたちはデリケートなの。ちゃんと面倒を見てあげないと死んじゃうんだから。いや、ギア細胞はたくましいからそんなにすぐには。シャラッ。ギア細胞以外でもたくさん培養してるの。そんなことより、ほらほら、明日は大事な日でしょ。早く寝ないと。どうした？なんでもない。急に走ったから脇腹痛めた。ちなんだよ。アリア。エルフェルト・バレンタイン、出来損ないの人形どもを絶滅させます。ようやくお目覚めか。え、あれ？物騒な寝言だな、おい。これは私の生まれつきの決め台詞なんです。いまだに寝起きにはよく言ってしまいますって。皆さんいつの間に寝顔見られた。よ、俺はシン、よろしくな。はい。よろしくっててめえ、お友達じゃねえんだぞ。なんだよ、堅苦しいな。で、カイ、こいつが。ええ、彼女は一月ほど前に私の元に現れ、ある情報を持ってきました。エルフェルトさん、彼らに事のいきさつを
あなたからご説明してもらえますか？大丈夫、みんな信頼できます。はい、わかりました。私の名前はエルフェルト・バレンタイン。ラムとは双子のようなもので、二人で今回の事件を起こすはずでした。はずでした？なぜそうしなかった？そのエラーしてしまったんです。あ？私、お母さんの命令であるデスメタルシンガーと結婚するはずだったんです。でもその式の時に、なんというか。なんだ、もったいつける。焦らせないでください。心の準備があるんですから。つまりですね、盛り上がってイチャイチャしていたら急に頭がごちゃごちゃしてきてボカーンとなったなんて。やだ、そんな恥ずかしいこと。あ、まあそういう経緯で私の自我が目覚めたというか、バレンタインとしての使命がエラーしてしまったんです。他に仲間は？いません。そしてもう旦那様も逃げていってしまいました。私は一人ぼっちです。で、なぜここにいる？その人類を絶滅させるとかいけないことだなーって思って、なんとかラムを止めなきゃって。あ、ラムっていうのはあのラムレザルのことです。それでいろいろな人に相談したんですけど、誰も私がバレンタインだって信じてくれなくて、疲れてるんだよとか、いい病院知ってるよとか、ひどいですよね。そうこうしてるうちに偉い王様に相談した方が早いかなって思ったんです。そして結果オーライでした。カイさんの居場所がわかる不思議パワーが私にはあったんです。カイ、てめえは俺が高血圧だと知っているな。こんな会話があと5分続いたら俺は分死するぞ。言いたいことはわかる、だが我慢しろ。初めててめえを尊敬するぜ。どんな修行したらこいつを信用できんだ？そんな目で見ないでくれ。生体スキャンで人間でないことが分かったから話を聞いたんだ。やれやれだぜ。よくわかんねえけど、お前はお前でラムレザルみたいにすげえってこと？すげえ？はい、すげえです。おお、マジかよ、すげえ。はい、悪かった。俺の教育方針は少し残念だったかもしれん。少し？私は本来計画のためのプログラムが実装されていて、それには絶対に逆らえないようにできていたんです。でも結婚式当日に女子力がピークを迎えたことで、その縛りから解放されたんだと思います。なあ親父、女子力って何？で、急に罪悪感が芽生えてラムレザルを裏切ったってのか？裏切るなんて、そんな言い方。人間らしい芝居なんざやめろ。てめえらに良心があったとしても何の得にもなりゃしねえだろうが。お芝居じゃありません。私は人の社会に潜伏する任務だったので、不自然が生じないように感情が与えられたんです。初代のバレンタインは人間の感情を理解できなかったことで敗因を作ってしまいました。だからその傾向と対策を練ったのが私なんだと思います。それに感情なら多分ラムにもあります。ともかく本題はここからだ。本題？彼女をイルリアから連れ出し私の元に置いているのには理由がある。国内に今回の事件に関与している者がいると思われるからだ。なんだと？単刀直入に言おう。あのバビロンを襲ったユリカ、あれを操っているのは元老院だ。元老院だと？何の目的で？はい、あの力を使って世界征服することが目的です。
何を言い出すかと思えば。な、何がおかしいんですか。確かにあのジジイ連中はきな臭い。だがいいか、元老院はすでにこの世界の大半を好きにしている。今さら何を征服するってんだ。そこまではわかりません。でもそう言ってましたから。誰からだ。あのジジイどもから直接聞いたとでも言うのか。はい。ならもっと事情を知っていてもいいだろうが。やめろ親父。言って。エルが怖がってるじゃねえか。エル、随分慣れ慣れしいな。おい、当たり前だ。俺の心はいつだって棒だらしだぜ。だいたい親父はエルに助けてもらったのに、なんだよその態度は。ならてめえらバレンタインの目的は何だ。元老院の世界征服を手伝って、てめえらに何の得がある。私もラムもゆりかごの軌道を支援するまでが任務だったんです。だからそれ以上のことは知らされていなくて。そんな都合のいい話が信じられるか。お前も彼女の力は見ただろう。あの時彼女がいなければお前も無事では済まなかった。今までの話が偽りだったならラムレザルと二人でお前を攻撃することもできたはずだ。だから信用しろと。めでたい優しさにも程があるぞ。そうは言ってない。だが冷静に話を分析すべきだ。本当はもっと早くに信じてほしかった。そうすればバビロンの人たちも救えたかもしれないのに。カイ様、拘束中のラムレザルが。何事ですか。拘束が甘い。もっと私のことを調べておくべきだったね。てめえこそそんな状態でやり合うつもりか。いや、戦う必要はない。何？ここは高度3400フィート。船が落ちれば助かる者はいない。しまった、まさか船。あれ？無駄よ。私がいる限りラムは力を使えない。エル、どうして裏切るの？ラムこそなぜそうまでして人間を滅ぼそうとするの？質問の意味がわからない。あなたにも感情があるんでしょ？これは恐ろしい計画だとは思わないの？思わない。感情なんてない。道具にそんなものは余計。あなたこそどうして母さんの道具であることを誇りに思わないの？わからない。どうして母さんは彼女を作ったの？それとも私の方が道具じゃないの？勘違いするな。質問するのはこっちだ。答えるわけがない。上等だ。じゃあ死ね。すでに目的は達成した。これ以上私が何かをする必要もない。殺すなら好きにすればいい。待ってください。ねえラム、ラムは私より作戦に深く関わってた。これから何が起きるかは知っているんでしょ？ねえ、教えてよ。やれやれ、この様子では一筋縄ではいきそうにないな。ソル、拳を引いてくれ。少し様子を見よう。悠長にしてる時間はねえだろうが。お前に任せても肝が冷えるだけだ。明日からは訓練された尋問官に。なあ親父。ん？俺がラムと話してみちゃダメかな。ああ、てめえみたいなアホが何を言う。遊びじゃねえんだぞ。うまく言えねえんだけどさ、なんかこいつには俺と似たようなものを感じるんだ。勝手にしろ。いつになく楽しそうじゃないか。少し気分が高揚していてね。さすがに僕でも
数人を相手に戦った後は温まるものさ。そうして屈託なく笑う顔はそっくりだね、君の妹に。失礼、気に触ったか。いや、構わないさ。むしろディライラのことを気にかけてくれていたことが意外でね。それが君の原動力なんだろ。ああ、そのための絶対確定世界だ。我々の理想はすぐそこだ。そう、そして物語は思惑通りに運んでいる。少しずつだけど確実に着実に一歩ずつ進んでいるよ。それにしても今回のキャストは実に愉快だ。監督冥利に尽きるってものだよ。さて、そろそろ第2章の開幕だ。行ってくるよ。行ってらっしゃい。頼んだよ。巨大な熱源を感知しました。座標 40.036011 の 41.904083。 黒海の北側です。何かが出現します。成分照合 93.2% 一致、間違いありません。ゆりかごです。周辺の管轄はどこだ？現地は状況をつかめているのか？現場に最も近いのは中東部隊になります。周囲20キロ以内に人口密集地帯はありません。いや、お待ちください。通信が入りました。レオ、こちらイスタンブール駐留大隊のライル少佐であります。キプロスの招待もおります。イスタンブール？そうか、バビロンに移動中だった部隊か。はい、移動中にユリカゴと遭遇しました。よし、ユリカゴの情報が少しでも得られる。状況は？ユリカゴを肉眼で捉えています。直線距離で3キロ程度の距離です。ライル少佐、詳細な報告を頼む。まずは敵を刺激しないよう距離を取り、レッドアラートにて目標に対し攻撃を仕掛けます。待て少佐、敵の分析が済むまで迂闊な攻撃は仕掛けるな。危険だ。安全な距離を保ち状況を報告するんだ。この機会を逃したらまた多くの犠牲を生むかもしれません。こちらには艦艇3隻と地上中隊、それにオーパスもいます。見過ごせるわけがない。総員、第二種突撃態勢、中列陣を取れ。待てというのに。照準ロックオン、いつでも行けます。よし、効果がない。引き返せ。まずは分析を。艦艇部隊は全速前進して揚陸する。地上部隊も進め。悪兵戦用意。だが装甲の前に強力のバリアが。これは、そんなバカな。あれは絶対防壁フェリオンだ。これでは物理的な攻撃も砲撃も通じない。よせ、やめろ、引き返せ。ユリカゴに高エネルギー反応。これはバビロンの時と同じ現象です。聞こえるか、ライル少佐。ユリカゴに不穏な動きがある。あの強力な攻撃が来る可能性が高い。すぐにその場を離れろ。諦めるな。オーパスの特殊兵装も貯めて。こうなればせめて有効な攻撃手段を保護するのが我々の役目だ。やめろ。ユリカゴ、再び消失しました。ライル隊との通信途絶。くそ。念のため現地へ救援を送れ。
生存者がいないか確認するんだ。痕跡から何か少しでもいい情報を。あ、今の音声データは記録しているか。はい。よし、マスターデータを俺に渡せ。そうしたら今の通信記録は全て消去するんだ。え、消去ですか。言われた通りにしろ。俺の辞書の二度聞きの要領にお前の名前を書かれたいか。報告は受けているな、カイ。ええ、先ほど。悲惨だ。そちらのバレンタインたちは何か喋ったか。すまないが、今のところいい報告はない。ライル少佐の部隊はお前の直轄だった。バプテスマ13の際に従軍していた部隊だ。ああ、覚えている。誇り高く、勇敢な兵士たちだ。彼らの英雄的な行動を侮辱するつもりはないが、あの自己犠牲的な考え方は明らかにお前の影響だな。まあそれはいい。だが俺への隠し事はやめてくれ。主席と副席の差はあるが、今は同じ連王だ。それに。すまない。だがいたずらに隠し事をしているわけではないんだ。少なくともこの通信で話すわけにはいかない。もしもの場合に君に危険が及ぶ。状況を見極める時間が欲しい。俺の方も考察に値する貴重な情報を入手した。今回の戦闘状況を収録した音声データだ。音声データ。これは他の誰にも渡していない。もしかしたらお前はこのことを知っているのかもしれないな。分かった、送信してくれ。それでお前はツェップにコンタクトを取ってくれ。ツェップに。音声を聞いてくれれば分かる。こちらからもガブリエル大統領へ根回しをしておく。分かった、頼む。そっちもな。この事件はバプテスマ13の時とは違う。ただの侵略戦争ではないかもしれん。俺も会に習って少々無茶をする必要がありそうだ。レオ様。どうした。ライル隊から通信が入りました。何。その生存者が確認されました。生きていた。